よし、行くぞ。あら、これね、こっちか。よし、じゃあ2人で行くか。あれ、あれ、行けないんだけど。あれ、すんません、行けません。あれ、あれ、ちょっと行けないんですけど。実に彼らは100年、話聞かないといけない。彼らがこの場所とどうつながっているのか全くわからない。あ、これ何、打つ感じかな、もしかして。おい、じゃあ両手で行こうか。ああやっぱりお前に言ったごめん。あ、あれ、こっち、あ、違うの。あ、もう一個あんのか。じゃあもう一つ入り口を開けるチェーンがあると。に開いた。もうなんだよ。いいな、やっぱ2人いると頼もしいわ。でもやっぱこのチェーンライトニング巻き込んじゃうな。かっこいいんだけどな。ちょっとやっぱり悪いや。ちょっと雷の罠をちょっと頑張ってこれ仕掛けつつ右手で攻撃しようね。調べる。よし、行こうぜ。あんたに祝福あれだ。あんたの歩く先々で地面が揺れりゃい。おお、機嫌がいいな。よし、任せな。お、え、ちゅうかあいつ魔法も使えんの、もしかして。何を、あれ、こいつらやばい、効かん。急に強いぞ敵が。ただじゃ済まさないぞ。あ、ごめんごめん。やばい、マジかが足りない。しかも体力も厳しい、いつの間にか。やばい。すまん。頑張れ。くそー、マジかが足りなくなるとは。こいつ強えな。おりゃあ、ごめん。何をする。おりゃ、よし、いや強かったな。大丈夫、ああ、また今度。ほんと頼りになるわ。いやちょっとやばいぞこれ。意外とちょっと魔法でいけないかもしれない。結構ね頑張ってここまで来たけれども、ちょっと待てよ。武器一応持っとくか。怖いぞちょっと。いやー、え、俺武器ってなんか持ってたっけ。あー、なるほど。一応持っとこう一応だよ。これもなんかね、ちょっと一応持っておこうね。山あるし。よし、
いやでも結構厳しいな。クソ、回復魔法を覚えとけばよかったな。やっぱ乱発するとさすがにきついな。しかしこれではっきり分かったな。ちょっと遊びじゃこれは勝てないぞ。やっぱ敵のレベルも高いわ。このちょっとやっぱサンダーボルト2段活用でちょっとこういかんとね。これでいこう。いやーちょっと焦ったな。いつの間にか体力もなかったもんな。いやほんと助かったわ。お前のおかげでなんとか生きながらえた感じ。よし、そしたらダンジョンの奥に進むぞ。ゴールドゲット、鉄の扉開けちゃいましょう。どん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 先進もうかな。帰ったら魔法を。うわ来た、この野郎死ねや。よっしゃー、よくやった。いやいいわ、頼りになるわ。もらっとこう、これもらっとこう。よし、ゴールドガーネットももらっとこう。よし、帰ったら魔法買うぞ。あ、出ましたな、これ。この、これはあれですな。いわゆるこう揃えるタイプのやつ。え、これ、あ、いいか。回して。これ後ろと一緒の柄にすれば単純にいいだけだったよね。これで、うんうん、OK でしょ。おあれ違った違った、あれおかしいな。あ、まだあった。あ、6個あったんだ。やられましたな。OKOK、 これでいいでしょ。これで4つ揃ったね。はい、レッツゴー。よし、OK。 さあ最深部に行くよ。さあどんどん来い。よし、こっからちょっと本気出していこう。ついてきてるか。よし、いいねいいね頼りになるわ。あ、なんかいた。よっしゃ、ほらほら2倍だ。よっしゃ、さすがにこう2倍の魔法であればこうだよね。これならやっぱり勝てる。うん、よし、宝箱よいしょ。いいね、ゴールがどんどん溜まっていくよ。あれ、これ俺がつけた魔法陣じゃなかった敵のやつか。なるほど、敵は何個もできるわけか。
これはめんどくさいやつだな。ちょっとこれ時間かかるかもしんないな。よし、 OK、 よし OK、 行こう。待ちなさい、待ちたまえ、待ちたまえ、待ちたまえ。もう少し打ち明けてもいい時が来たかもしれないな。お、ここは一体何なんだろうか。なんだよ、特に話すことないのか。あ、ありがてえ。あーらららららら、取ったからか、すごい。ほっ、おー、さあ、あれを見よ、うん、このようなものを発見するなどと夢にも思ったことはなかった。なぜこのようなものがサールザルの深部に埋められているのだ。うん、ね、あれ、なんか明らかに。ほら、今のは何だ。ほら、うわ、あ、いったいった、頑張れ。当たんねー。力を吸収してやる。済まさないぞ。うわ、いやい、あれ全然食らってねえや。今だ、よっしゃ、この殺してやる。頑張れ頑張れ、マジックが足りねえんだ。おお、よかった。いやー、強敵だったな。お、ゴールドオールアミュレットの一番もらおう。封印の書、よし、これ後で調べよう。いや、やりましたな。いや、まさしく、あ、これジリクゴールドソンの杖、これもらっとこう。いや、強かったわ。よいしょ、アイトルユーさん。一体何なんだろうか。これなんだ。何のことやらさっぱりわからないが、面白い、実に興味深い。こっちにいるなよ。一刻も早く知らせなければならない。そう、彼が自分の目で見た方がいい。これを放置しておくわけにはいかない。大学に戻ってサボスアレンにこの発見を報告してくれないか。さあ急いで。はーい、わかりました。よし、これでダンジョンクリアか。よっしゃ、これは一発魔法でもぶち込んでみるか。ほっ、おりゃあ、全然かけないかな。さあ、じゃあ戻りましょうかね。なんかでもこう、ここまで来てお宝は何かないのかな。お宝は何かないのかな。うん、トロールの頭蓋骨、この世で一番いらんものだ。よし、この先に実はお宝が
まあでもさっきのやっぱり杖とかはねかなりいいものだったんではなかろうか。まだ開けてないけど。おお、あ、これは力の言葉を。おお、手に入れてしまった。あ、あるじゃないか宝箱が。うん、はい、オールド304号といただきました。よし、で出る前にちょっともらったアイテムを少し見てみましょう。まず本でこの封印の章が気になったよね。何だったのこれ。お、禁じられた伝説。ここで殺人犯で裏切り者のジリクを。あ、お縄にかかり王国に対する罪で咎められる。あなたの名前と行為が永遠に忘れられ、その魔力が我ら管理者のもとに封印されますように。うーん、あと賞金首のこれはあれか。あ、そういえばなんかいろいろ持ってたな。ウェアウルフのこれとか。まあ、これはあんま関係ないのか。あ、そうそう、武器武器。さっき手に入れたやつね。なんだったっけかな。はい、ジリクゴールドール、ゴールドールソンの杖。対象は25ポイントのダメージを受け、さらに2倍のマジカダメージ。ほう、なるほど。あ、魔法を、削る杖っていうことか。よし、 OK。 バッチリじゃないか。ハンドル、報告するだけだね。よーし、行こう。いや、結構魔法でガンガンいけるかなと思ったら意外と結構きつかったな。ボス強かったね。なかなか本当に今回たまたま一緒に居合わせた彼をね連れてきてよかった。いや、かなり一人だったら厳しかったわ。ちょっとね、しばらくは一緒のパーティーでできたいな。あとやっぱりね、何人か増やしてちょっと戦っていこう今度。あれ、なんか、大したことない距離なんだよね。はい、着いた着いた。オッケー、よし、到着。さあ、ついてきてっかな。ということで、この今回のね、ことをアークメイズに報告して、一旦任務は終了というところですかね。いやー、よかったね本当に。今回なんとかね素手を使わずに
最後正直ね、ちょっと魔法やめて一発ぶん殴ろうかなというふうに思いましたけどね。ちょっとなんとか頑張ってね、ちょっと魔法だけで倒そうと思って、ちょっと我慢しましたけどね。この先ね、かなり強敵が出てきた時は、ちょっとその時はもしかしたら一発ぶん殴る可能性があるんですけど、ちょっと魔法でできる限り、ね、戦っていきたいなと。お、いや本当よく頑張ってくれたよ。ちょっとお前は休憩しておきなさい、そこで。あ、いやいいよいいよ、休憩しておきなさいよ、パン食べておきなさいよ。アークメイジに会いに行かないといけないと。ん？アークメイジ居住。いやー、よし、どこだろうか。あ、いた。ここで学んだことは一生が役に立つ。才能があればそれ以上だ。スカイリムで大学の評判が良くないことは誰でも知っている。はい、そうだ。また一人見習いが消失したなどと言ってくれるな。すでに手一杯なんだ。何かオーブのようなものを見つけた。これかな。そうか、わかった。トルフディルからさらに詳しい説明があると期待している。この件を教えてくれて礼を言う。お前の小グループの面倒を普段見ているのはトルフディルか。見たところ彼は忙しそうだし、自分はこの目でその発見を確かめなきゃならない。この件について調査を始めてくれると助かる。アルケイナイウムのウラッグと話してみろ。彼がこの発見と合致する何かを気づいていないか確認するんだ。それからよくやった。次にノルドの遺跡を探検することになったら、おそらくこれが役立つだろう。あ、なんかくれるの。あ、豆苗の杖。ああ、いいね。猛勉強開始って。はい。じゃあな。はい。ということで、今回、初めての任務、終了ということで、一旦ね、今回はここまでにしたいなと思います。たまたまね、行く途中であったね、この、私の第一の仲間、名前をね、どこかで見た人ということでね、こいつもうちょっとなんかちゃんとした名前にしてほしかったな。結構なんか愛着がすごく湧いてきたもんね。ね、いや本当頑張ってくれたよ、うん、ということで、まあまたね、ちょっと次回は、次のね、クエストに向かっていきたいなというふうに思います。はい、ということで、今回はね、ここまでしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。またね。